関ジャニエイトの大倉忠義です。この度は過去に戻ってしまい本当に申し訳ございませんでした。はい、ドラマ知ってるワイフで2度もタイムスリップしたんですね。はい、まあなんですけど、まあ、広瀬アリスと結婚しました。はい、まあなんですけど、またまたタイムスリップしようかなって思っています。はい、まあなんかね、過去に戻るの楽しいなって思ったんですよね。はい、なんか楽しいなと思いますね。なんか時間に戻れるってなんかなんかね、楽しいですよ本当。はい、なんか遊んでる感覚があるんですけど楽しいですね。はい、まあもしかしたらですね、未来にタイムスリップするのもいいかもしれません。はあ、あれね、多分未来もできるんじゃないですかね。10年後20年後とかね、100年後とかね、できるかもしれませんね。まあ、でも10年前にタイムスリップしたんですけど、も過去にね、20年前もどうですかね。30年前とかね、あと50年前、100年前、はい、江戸時代にタイムスリップするのもいいかもしれませんね。はい、はい、ではおやすみなさい。